PK 戦の新イベント、マッチング時間もうちょっと短くしてほしい。皆さんどうもこんにちは、ガクです。本日は10月26日からやってきた J リーグ月間 MVP ガチャレベマ比較やっていきたいなと思います。今月もですね、 J リーグ月間 MVP ショータイムガチャやってきたんですけど、前回のマルコス・ジュニオール選手に続いて今回もかなりいい選手いるんですよね。というか今週のエピックガチャより引く価値あるんじゃな。おっと、誰か来たようだ。これ以上は黙りましょう。今回ですね、過去版との比較ってのはないんですけど、その分ハイライト含めた全選手のレベマ比較持ってきましたので、ちょっとでもいいな、参考になったなって思ったら高評価チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。では行きましょう、レッツ J リーグ。で今回もですね、簡単にガチャ概要から説明していきたいなと思うんですけど、今回全体が100名のボックスに対してハイライト9名、ショータイム4名が搭載のガチャとなっております。ただ今回ショータイムがちょっと特殊で、新スキルの追加っていうのがないんですよね。前回は4名中1名マルコス・ジュニオール選手のみモメンタムドリブルを持ってたんですけど、今回は全選手新スキルはありませんので、そこだけはしっかりと認識しておいてください。ただその代わりブースターは全員しっかりついてるので、能力強化はえぐいことになってますね。あと最近ですね、復帰した方とか始めたばかりの方向けに解説すると、このショータイム B 固定ではないのも注意ですね。ここがですね、エピックとの大きな差別化要素になってますので、スペックとしてはエピックの方が優秀ってことは頭に入れておいてください。ということで個別比較に行く前に、もういきなりですね、このガチャ引くべきかってところなんですけど、今回のおすすめの5段階中4でございます。割とですね、ガチで水戸選手と今野選手がガチスカ級なので、100名ボックスでこの2人狙えるなら僕は割とありなんじゃないかなって思ってるんですよね。特に J リーグサポーターで自分の好きな選手がショータイムとして搭載された方はぜひ狙っていただきたいなって思ってますね。まあただ今言った通り、ショータイムは B 固定ではないですし、基本的に課金者向けコンテンツっていうのが大前提なので、無課金美課金勢はこのガチャは引かなくていいと思いますね。まあさっきはちょっとネタっぽく言ったんですけど、さすがにハイライト込みであればエピックガチャの方が魅力度は高いので、美課金勢にとってはエピック大なりショータイム、この構図はしっかり頭に入れておいてください。すいません、ちょっと前置き長くなっちゃったんですけど、ここから個別比較いきましょう。まずはショータイム4名、 A 評価鈴木純也選手。この選手 A 評価にしたんですけど、実はめちゃくちゃ特徴的な能力をしていて、まずですね、通常から決定力、キック力、フリーキック関連の比較見てほしいんですけど、30近く上がってるんですよね。いやこれもうバグ強化でいいでしょう。ちなみにブースターはフリーキックプラス2で脚力12振りで、キック力も101超えたり、サイドバックなのに決定力が90超えてたり、和製ロベカルみたいな能力値になってますよね。まあサイドバックで使うにしては攻撃面もったいなすぎる気がしたので、今回がっつりサイドハーフに寄せて育成をしてみました。まあ実戦向きかは置いておいて、圧倒的な個性で唯一無二な選手に仕上がってますので、僕はね結構面白い選手だなって思ってますね。さあそしてお次は A プラ評価、田口大志選手。この選手はデュエルプラス2のブースター付きで登場いたしました。育成はですね、バランスよく全体を上げる感じでタレントデザインしてみたんですけど、まあ、能力も大きな欠点はないし、何よりスキルの完成度がかなり高いですよね。まあこの後見ていくとですね、ハイライト勢は軒並みスキルが厳しいのに対して、ショータイムの4名に関してはがっちりとスキル追加されてますので、ここが大きな違いになってるんですよね。まあこの田口選手に関してもスキル追加なしで即戦力級に仕上がってますね。まあゴリゴリにガチつかに入ってくるレベルではないですけど、ライブアップデートもいいですし、田口選手好きな方は今回のチャンス逃さずに当てに行ってください。でこっからがですね、ガチのガチスカ級になってくるんですけど、 S 評価、水戸俊介選手。いやあのね、今週今野選手に注目集まりがちですけど、この水戸選手もなかなかにヤバくないか。プレイスタイルが2列目からの飛び出しに変更されて、シュートのブースター付きで登場いたしました。ドリブル、スピード、瞬発がこれだけ高くて、まあ、シュートのブースターっていうのもあるんですけど、決定力90超え、得点能力まで持ち合わせる超優秀タイプですよね。で実はですね、この水戸選手だけは今回ショータイムでスキル追加されなかったんですけど、もともとスキル超優秀なので、まあ問題ない感じになってますよね。まあ、ただシュート系だけはちょっと物足りないので、まあ、ワンタッチシュートだったりとか、コントロールカーブ、ミドルシュートあたりはぜひスキル追加してあげてください。いやでもね、この能力にスーパーサブ乗るんすよ。でしかも164センチの低身長なので、後半から出した時のドリブルの使用感っていうのは抜群にいいんじゃないかなって思ってますね。あとね、個人的にすごく評価高いのがこの適性の広さなんですよね。サイドはもちろん、セカンドトップ OMF までできますので、どんなフォメでも起用できる場所があるっていうのはめちゃめちゃいいんじゃないかなって思ってますね。いや忖度抜きに強すぎます。
で、こちらがですね、ちょっと前に登場した2列目スーパーサブコマンとの比較になります。まあ、一見ですね、負けてる数値多いように見えるんですけど、ドリブル、決定力など大事な数値は勝ってる上に、スキル面でワンパスルパの違いありますので、いや僕だったらちょっとこれ水戸選手使っちゃうな。それぐらいですね、本当にトップレベルのスーパーサブと比較しても遜色のない能力となっております。そしてこの水戸選手を超えてきたのがエスプラ評価今野選手。いや今週一番の衝撃でしょう。最強のブースターボールキャリーを引っ提げて、やばい能力の選手が新登場いたしました。プレイスタイルが2列目からの飛び出しに変更、逆圧精度が最高に変化、そしてコントロールカーブ、ミドルシュート、ワンタッチシュート、ワンパスルパ、闘争心、最強のスキル追加で登場いたしました。まあいろんな意見あると思いますけど、こういう J リーグの選手が、まあ、たまにトップクラスに入ってくるっていうのは僕は結構面白いんじゃないかなって思ってますね。まあ、スキルに関してももうこのまま全然ガチスカでいけると思うんですけど、まあ、個人的にはエラシコつけて特殊にしようかなって思ってるのと、まあ、コントロールカーブまではつけようかなって思ってますね。いや僕もね、当ててからずっとこんな感じでガチスカで使ってるんですけど、めっちゃ使いやすいですね。今のところは右ミッドフィルダーで安定しております。まあ見たら分かる通り、スピード瞬発、ドリブル、ボールキープが90超えつつ、ボディコンがめちゃくちゃ高いのでなかなか奪われないですし、ここに身長161cmとドリブラーの中でもかなり低身長なので、いやなんて言うんだろうな、マジで取られにくいしクソ速いんですよね。まあ並普通だし調子の不安定さとかはありますけど、まあ低身長ドリブラー好きな方は取っておいて損はないんじゃないかなって思ってますね。でいろんなところでですね、和製マラドーナみたいな能力って言われてますので、マラドーナと比較してみました。まあさすがにマラドーナのが能力高いし、ここに B 固定あるので、まあマラドーナの強さにはかなわないと思いますね。ただね、結構今野選手もえぐくて、まあ、スキルに関しては初期の完成度は今野選手の方が高いと思ってますし、個人的にね、適性の違いも大きなポイントだと思ってるんですよね。マラドーナはセカンドトップ、 OMF しか本適性がないのに対して、今野選手はウイングから右ミッドフィルダーまでできるんですよね。まあ、個人的には結構ね、サイドハーフ使うフォーメーション使うことが多いので、右ミッドフィルダーできるのめっちゃありがたいんですよ。まあ、それこそ僕、右ミッドフィルダーだと週刊フォーデン使うことが多いんですけど、右ミッドフィルダーで言うとこの辺りがライバルになってくるかな。実際ですね、比較してみるとフォーデンもバチクソ優秀ですよね。ただ今野選手はスピード瞬発がかなり高い上に、ここからさらにスキル追加できて、身長がフォーデンよりも10センチ低いので、まあ、とりあえず今僕はフォーデンより優先して今野選手使ってみようかなって思ってますね。はい、そんな感じで、まあ今野選手と水戸選手に関してはいやめちゃめちゃ強くなってますので、まあこのために低くかって言われると、まあ、無課金、美課金はさっき言った通り無理しなくていいですけど、課金できる方で低身長ドリブラー好きな方は僕は勝負しちゃってもいいんじゃないかなって思ってますね。で最後にですね、ハイライト全9名も一言だったりとかタレントデザイン作ってきましたので、よかったらチェックしていってください。おそらく今ね、スライドショー的に流れてると思いますので、気になる選手のところ、自分の好きなチームのところでぜひ止めてみてみてください。まあ、やっぱり全体的にコンディション面だったりとかスキル面で不安なところが多いので、まあ、がっつりスキル追加しないとなかなか難しいかなっていうのはありますね。ただそんな中でも僕が特にいいなって思ったのは FC 東京の中川選手。いや結構良くないですか。スピシュン、ボディコン、ドリブル、ボールコントロールが95位に加えて、スキルも、まあ、もちろん超豪華とかではないですけど、ダブルタッチ標準装備だし、両ウィング両サイドハーフに本適性あり、いやこれは結構強いと思うな。通常からも超強化されてますので、ハイライト9名の一押しは中川選手とさせてください。ということで今回の動画以上で終わっていきたいなと思います。まあ迷うとは思いますけど、今回の動画も参考にしつつ、最後は皆さんの中で判断してみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。